ロサンゼルスのスーパースターが不振を払拭するパフォーマンスを見せた。ドジャースの大谷翔平は現地6月16日、日本時間17日、本拠地ドジャースタジアムでのロイヤルズ戦に2番指名打者でスタメン出場すると、第2打席から2打席連続で本塁打を放つなど、3打数2安打2打点の活躍で、3対0の勝利に大きく貢献した。これで大谷翔平の今季本塁打は、ナショナルリーグトップのマルセル・オズナ、ブレーブスと一本差しの19本となった。AP 通信は試合後、電子版に大谷による今季2度目の2本塁打ゲームでドジャースはロイヤルズに3対0の完封勝利。ベッツは7回に手を骨折と題した記事を掲載。ムーキー・ベッツが7回に受けた死球により、左手を骨折したことを伝えた上で、この日の大谷翔平については、大谷は6月の打率をわずか219とし、コンタクトのほとんどがゴロとなる中、この試合を迎えた。少なくともこの1試合に関して彼はそれをひっくり返すことができた、とした。その上で、試合後のデーブ・ロバーツ監督による彼が正しいやり方でやった時に、待っていた球種が来て、フィールドの大きな部分を使うのは、とても特別なこと。変化球を打った2本目の本塁打も、引っ張ってファウルにしたり、あるいはゴロにしたりせず、あのように打てたというのは彼にはボールがよりよく見えているという証拠だねとのコメントを掲載した。一方、MLB.com は試合後に掲載したレポート記事の副題を、大谷が2本塁打ゲームの間にドジャースタジアムの歴史を作る、とし、大谷による最初の本塁打は、飛距離451フィート、137年5月メートル、で今季彼による2番目に距離の出たホームランだったとした。そして彼の5月5日の464フィート、141年4月メートル、弾を含め、2015年のスタッドキャスト導入以降彼はドジャースタジアムにて、450フィート以上の本塁打を2本打った初めての選手となったと伝えた。大谷翔平が相手エースから2打席連発、主力の故障を吹き飛ばす、数少ない甘い球を打ててよかった。ドジャース大谷翔平29が打ちまくった。日本時間17日のロイヤルズ戦で2打席連続本塁打を放ち、3打数2安打2打点。大谷翔平は3回、先発右腕シンガーの真ん中低めの変化球を捉え、中堅左へ叩き込む18号先制ソロを放った。飛距離137年4月メートル、打球速度 183.9キロ の強烈な一発だった。先頭で打席に立った6回には同じシンガーの内角低めの変化球を右翼席中段に運び、2打席連発の19号ソロで相手エース右腕を攻略した。13日のレンジャーズ戦以来4試合ぶりの本塁打で、ナ・リーグトップのマルセル・オズナに一本差しと迫った。試合後の大谷翔平は地元放送局のインタビューに、シンガーはリズムよく、テンポよく、いい投球をしていた。数少ない甘い球を打ててよかったと話した。この日は山本由伸が負傷者リスト入りし、中心打者の一人であるベッツが左手甲に死球を受けて交代した。みんなでカバーできるように頑張りたいし、早く戻ってくるように祈っていると話し、前を見据えた。